年越しそばを食べたい。だけど、今家にあったのはうどんだった。まあ、そばも明日食べるやつあるんですけど、ちょっとそれは大事な大事なそばなので、まだ食べれない。よーし、今日は 年越しうどんにしよう。 年越しうどん食べていきたいと。美味しいね。讃岐うどん大好き。一味もかけていきます。香川に行ってうどんが食べたい。12月31日です。2021年もいろいろありました。あっという間ですね、本当に1年。皆さん、いいお年を。それでは。